はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。で、今日はこちらですね、プラレール JR 九州特急アソボーイです。はい、こちらですね、プラレールのアソボーイ、ついに出ましたね、今年のプラレール博2015、あれで展示されてたよね、そしてアソボーイは去年乗ってきましたね、実際ね。で、あとプラキットも出てる。そうそう、プラキットも出てるみたいね。アソボーイの動画、この辺にあのカード出てるか、もしくは動画の説明欄に URL 貼っておきますので、見てない方、見てみてください。はい。はい、では早速開けてみましょうか。うん。じゃあ、はい、じゃあ、しんくん取り出してください。はい。よし。おぉ、はい、ということで、こちらがプラレールのアソボーイですね。はい、すごいね。すごいよくちゃんとプリントされてるよ、うん、こうクロちゃん乗ってるし、うん、ね、うん、アソボーイもちゃんとロゴ入ってるし、いいね。なるほど、うん、ちょうどさ、うちらこの辺乗ったんじゃない？そうだね。あ、違う、うちら後尾車両だった、一番後ろだった。あ、そうそう、だから、でもこの辺乗ったよね、この辺ですね、うん、はい、そしてこちらが中間車両ですね。中間車両の方がすごいね、クロちゃんだらけだよ、うん、すごいね、すごい細かくプリントされてるね、うん、アソボーイってもともと4両編成なんだよね、うん、そう、それで今回は1、3、4みたい、2両目がない、うん、ちょっと残念だな、うん、で、これプラキッズ開けてみてもらえますか、うん、はい、はい、そしてこちらがついてきたプラキッズですね、うん、なんか麦わら帽子みたいなの被ってるね、うんうん、実はそこに座ってたもんでね何ですかその言い方座ってたもんでねえだ、座ってた、あ、こんな感じだね、うん、そこに座ってた、はい、なるほど。では早速電池を入れて走らせてみましょうか。うん、はい、それではエイシン君走らせてみてください。はい、いった。おー、いけるいける。おー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 、あ、しまった、コース紹介忘れちゃった。あ、じゃあそうだ、今回ですね、こんなコースを組んでみてますね、うん、ちょっとね、パパの部屋片付けたのでこんな感じですごいダイナミックなコース組んでみたね、うん、あー、登んない、登んないの、あ、ということは、はいがいっちゃった、はいがいよ、そこ、はい、あー、ごめんごめん、ほら、ちょっとしてトラブル発生しちゃったよ、ね、登るかな、あー、行かないね、なんか変になってたの、直せそう、ね、ここも重いんだな。じゃあさ、あやちゃん、1両でやるよ1両で、本末転倒だけど、1両でやりましょう。1両だとダメなんだけどな、そしたら登れるでしょ、きっと。いった、いった、あ、いった、いった、やっぱ1両じゃないから足りないのか、来たやな、びっくりした早い、でも特にここの坂強い、あっちだから、おお、早い1両目と4両目でやってみない、そうね、そうそうそう、それでいってみようよ、あれ、いいよ、いいよ、ハイにしてないの、うん、ハイにしてない、ハイにした方がいいんじゃないの、大丈夫、まだオン、オンで調整する、あと登るか、けいちゃん。登るか。登るか。ああ、登らないのか。はい。いいよ。ちょっとやっぱ無理があるね。オッケー。これさ、実は熊本の阿蘇山なんだけど。で、上に熊もないんだよ。ね、熊本つながりでしょ。だってアソボーイさ、熊本走ってる電車だからさ、はい、ということで今回はプラレールアソボーイでした。